大好評のドラテク修行。今月のテーマは四輪の位置感覚を磨け。フリッピングで目いっぱいインを攻めるため、コーナー立ち上がりでコース幅いっぱい、アウトギリギリまで膨らんでいくために、ウェット路面で水たまりを正確に避けるために必要なのが四輪の位置感覚。さあ、どんな修行をすればいいのか。例えば、サーキット走ってて、はい、でアウトビューッと出てって、ちょっと外にいつ出ちゃってるなっていう時に、はい、これでタイヤが残るのか、うん、外れるのかって大事だからね。そんな危ないことしないで、イン側だって、はい、インの縁石側の、内側ってポキって立ってるでしょ。ここに落としちゃったらこういうリムをやっちゃう、はい、でもここだったらコース幅いっぱいなわけだ。それは大きな違いなの、はい、うん、それをでも磨くために、うん、っていうことなんですよね。そう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 、うん、いや実際その車幅感覚とか、うん、その四輪のタイヤのなんとなく位置をイメージするっていうのは、うん、つい最近なんかそういう発想が出てきたんですよ。でもそれまではなんとなく苦手で、うん、落ちなきゃいいなみたいな感じだったんですよ。だからやっぱりそう言って走ってると、それよりも気持ちが無理していっちゃった時に縁石に乗ってボーンっつって、あ、うん、ホイールがとか、そういう、そうだよ。だって俺山田との出会いはスプーンの入り口でブレーキングした途端に吹っ飛んだってやってたんでね。ブレーキングした時に右タイヤがもうコース外にいたと、はい、四輪の位置感覚を磨くことによって、はい、そういうリスクが解消されると。じゃあどうやって身につけるのか、はい、まずは縁石全部触っていこうと。ほう、うん、ドーンって乗るんじゃなくて、はい、縁石の端っこにタイヤの端っこをピッと当ててこうぐらいのところから、行くと、はい、で例えば縁石が平らなでちょっとグルーブが切ってあるぐらいのとこだったら、はい、まあ、別に乗っちゃっていいから、普通に乗ればゴーとかパタパタパタ、うん、パタパタパタって言うでしょ、はい、だからパタパタパタっていうのを各コーナーで全部言わせていくっていうのはまずあると、はい、でもそれの以前に、はい、普段乗りでセンターラインにちょっとボコボコがあるとかあるじゃん、はい、キャッツアイじゃなくてね、なんか居眠り運転防止なのか、ね、うん、そう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 、あれにずっとにじり寄ってって、例えばコーナーのクリップっぽいところにそれがあったら一瞬ミーって言わせちゃうと、ミミって感じですね、うん、でそれがミミだったらまあ前後輪っていうのはあるけども、うん、あとはみ出しすぎたらそれが4回になっちゃう。そうですねなるほど、うん、はみ出しちゃダメですよ。そうそうそう、うん、だからでそれもタイヤがそこに触る、要するに今度タイヤの幅レベルまでちゃんと合わせていくことができるし、普段からそういう気を使っていくと。あとはなんか例えば缶から最近落ちてることは少ないんだけど西頃も落ちてることは少ないんだけど、はい、踏んで大丈夫そうなものっていうのは踏むっていうのもあるし、うん、例えばガソリンスタンド上がるとか、はい、コンビニでもそういうちょっと歩道の斜めのところ上がるって時に、左フロントタイヤ、右フロントタイヤ、リアタイヤ、なるほど、でもう一個みたいなさ意識するんですね、うん、そうすると意外と意外とリアタイヤ思ったより近くにあるなとかさ、なるほど、思ったより遠くにあったなとかさ、そういう、まあ、常にね、それを感じていくっていうのはかなりのドライビング、その車とね、一体化することに、はい、すごくメリットがあるんで、